姉妹は飛び娘亀甲組でございます。いらっしゃいませ。私はちょい役です。喜び座です。前二役してたんですけど、ひゅうがくんが僕の役で出るので、僕はちょい役で終わりです。頑張ります。白髪入りもう一面作ろうかな。こんだけ親分とか多いんやったら、カツラももうちょっとバリエーション増やさないかな。まあお芝居の様子と舞踊ショーの様子を皆様に見ていただきたいと思います。もうここのところも毎日毎日動画上げてるのみんな分かってる？頼むでみんなチャンネル登録してや。そして高評価もよろしくお願い申し上げます。モチベーションアップの声でちゃうねん。花粉がすごい、花粉がやばいからすぐ声出えへんなんで、痰がすごい絡んで。渡る。おめでとうございます。はい、どうもです。頑張ってください。はい、お兄ちゃん、はい、頑張ってきてください。はい。明日ゲストなんで、お芝居だけ出て行ってくれます。木川劇場の方の様子も見たいよな。カメラの使い方がわからんよな。どうしようかな。カメラ要さんあんのに、これ1個持って行ってもらったらよかったかな。とりあえずどんな様子かはカルチャンネルで上がるかもしれませんので、カルちゃん最近撮れへんからな、わからんけどカルチャンネルでひょっとして上がるかもしれないので、またそっちの方も見てあげてください。それでは行ってきます。俺より老けてるじゃねえか。何言ってんだよ、頭に白いもの入れちゃってさ。何を言ってるんだ、顔にしわつけちゃってさ。あんた自分の顔鏡で見たことあるかい？ある。俺は年相応だ。あ、そう。私だって年相応だよ。おめえいくつだ？38だよ。38でその面はねえだろ。余計なお世話だよ。追いかけることはねえや。とっつぁん、あいつの性分は全く治らねえ。しかし大丈夫か？怪我しちゃいねえかい？おめえたちの生みの母親は亡くなっちまった。男で一つで子供を育てるのは大層なことだろうと、人の勧めもあって5歳にもらったのがあのおまきって山だ。最初は良かったんだが、化けの皮が剥がれてあの始末。女のくせにのもつ勘の三道楽、全く弟を手を焼いているような始末だ。あら、誰かのつけ火にちげえね。だってほっかむりをした何者かに俺は後ろから刺された。これは不可でだ。もう助からねえ。だって誰かしか見てくれよ。ああ、待て。おめえらには俺らに言って聞かせることがあるんだ。いいか、今から俺が言うのだ。俺の最後の言葉だとそう思って聞くんだ。いいか、今度のこの仕事は俺の最後の仕事になるとそう踏んでいた。だが俺じゃ間に合わねえ。おめえら二人力を合わせてこの仕事だけはなんとか完成させてもらいてんだい。こっちだ、見ろ、サメ状だ。家町、亀甲組の和裁もちょっと待ってよ。こんなのもらった覚えないよ。そうだろうな。和裁もんはこんなことを書いちゃいねえんだ。ええ、これは俺が書いたものだよ。どういうことだよ。いや、俺が書いて置いてあってな、和裁もん始末した時におめえ僕にだけはいただいた。これは本物。ああ、そうだ。あら、そう。誰にはばかることもねえや。俺の女房だ。お前さ、頭いいね。これからうちの一家のおめえは姉御になるんだぞ。これから楽しい思いがある。ええ、それだけじゃねえよ。これも見てみろ。証文、100両。そう、俺がキッコー組のマサイモンに100両貸してることになってんだ。大金貸してたの？いや、貸した覚えも借りた覚えもねえけど、これが俺が書いたものだ。ということは母印は本物。そう、爪印だけは本物だよ。向こうが死ぬもの言ってきた時にはこいつを突きつけりゃグノでも出ねえだろ。さすがお前さん。なんだか楽しくなってきたい。そうだね。そうだ、祝いついでだから俺よ。え、もう前々に先の支度しろよ。わかりました。ごめんなさい。あ、誰が来た？マサイモンが書いたものだよ。確かに爪印もちゃんとある。さあ、その金返してもらおうか。ちょっと待っておくらせ。急に100両返せと言われたって。俺からの方針で金がいるようなんだよ。返してくれよ。あ、それは。さあ、返せよ。早く返さねえかい。今言われたってそれは。おっかさん、おっかさんじゃねえか。どうしてこんなところに。ちょいと気安くおっかさんなんて呼ばないでほしいね。え、悪いけど私はもうマサエモンとはとうの昔に縁が切れてるんだよ。それ冗談だろ。ほら、この通り。あんだって親子じゃねえんだからよ。それも、まあ、そっちの話よりこっちが先だ。さあ、100両の金返せよ。早く欲しいよ。やぶ、ちょっとだけ少しの間待ってはいただけませんか。 OK でしょ。もう待ってほしいのか。だったら頼み方ってのがあるだろ。両の手をついて待ってくださいって頭を下げていくかい。わかりました、成瀬の親方。もうしばらくだけ待っちゃいただけませんか。おめえがそこまで言うのならしばらく待て。なんだよ、偉そうにどっかと座りやがって。そこにいるのはおまきかい。ちょいと聞き捨てならないね。義理にもせよ母親を捕まえて名前を呼び捨てとは一体どういうことだ。おまきにおまきと言ったら悪いのか。なんだって。やかましいね。お前さっき言っていたじゃないか。お父さんに見下り派のサリンをもらったんだろ。縁が切れりゃ赤の他人。おまきにおまきと言って何が悪いんだよ。おい、おまき。この待って待って待って、向こうが言ってるのは理屈があって。おい、なるせ。おい、ちょっと待って。なんだ、俺は親方だぞ。なるせになるせと言ったら悪いのか。ああ、そうだよ。これでも俺は頭なんだ。笑わせるんじゃないよ。うちのとっつぁん亀甲組のマサイモンに比べりゃお前なんざまだ駆け出しのひよっこじゃないか。勘目が違う、そんな男になるせと言ったら悪いのかい。おい、なるせ。ちょっとおしっこ、踊りを踊ってくれって言われたらちょっとおしっこおしっこおしっこでも何度も逃げ出すお前のような現象を言うんだよ。ちょっと待ってください。私はね、シャミで来るならシャミで来い、踊りで来るなら踊りで来い、芸の道には誰にも引きは取りませんよ。ああ、そうですか。私がしょんべんたれ芸者なら、姉さん、ちりめんじはに焼きごては似合いませんよ。ちりめんじは焼きごてってどういう意味なんだ。わからないなら教えてあげますよ。その姉さんのちりめんじはに焼きごて当てるようにお城に塗ってる醜い姉さんのことを言うんです。何言うんだよ、お前。なんだよ。There you go again, looking so handsome. Oh, you have your way, and it's making me weaken. You and your stardust, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. And no one sets my back on fire, and no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. How I try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me, when I'm awake I'm all blind. you and your magic, like infinite power. God knows I tried to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you. Oh, no one does it暑かった今日も。急にちょっと世の中が暑くなったね。今日も滞りなく、無事に幕を閉めることができました。私は今からネットカフェに行って YouTube を上げてきます。それではこの動画がいいなと思ったお客様、皆様はですね、チャンネル登録そして高評価ぜひぜひよろしくお願い申し上げます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。